スーパー東京来たらちょっとだけテンション上がってます。アミノサンズ崎本です。今日はですね、こちらスポーツサイエンスラボっていうところに来ています。今日はまさかのスーパースペシャルゲストと走らせていただくんですけども、じゃん、はい、ソナポケって皆さん知ってます？ね、ソナポケットから、アイロンですね。アイロンさんです、はい、今ミュージック関係の、そうです、音楽、そうですね、あのアーティスト最速ランナー的なね、素敵なやつですね。まあ、2時間43分ですね。2時間43分で走るんですよ、はい、いつ走る時間あるんですか？いや、でもこそ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 、そう、崎本さんの YouTube を見ながら、ね、見やんでいろいろ体幹のやってるのを見ながら参考にしながら筋肉つきすぎですけど、いやいやいや、もうやらせてもらってですよね。すごいっすね、はい、この前あのマツコさんの番組とかも、そうですね、ね、それこそ、はい、アウトデラックス出た時に測定してもらったのがここですよ。あ、そうなんですか。この、はい、スポーツサイエンスラボで、ははは、要するにあの今走ったら、はい、どれだけフルマラソン走れるかっていう測定もしてくれるので、はい、それでしてもらってやってもらいました、ね、ここで。もう今ね、本当に年1回ですよね、はい、年1回ですね。大体もうその12月の頭の大阪マラソンに向けて年一発勝負なんで一発勝負で逆にずっと練習積まれてると、はい、そうですね、いうことなんですけど、はい、あの今日ね、うん、初めて一緒に走らせてもらうんで、はい、ちょっとこう走ってる姿とかもあの撮らせていただきながら、いい、ね、東京でなかなかこうやってビデオ撮れないんで、はい、伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。え、千秋さんでいいですか？はい、元々はあれですか？はい、元々は陸上経験、あ、そうです、実業団じゃない、実業団です。あ、実業団でいたんですか？そうです、そうです。高校卒業して、はい、スターツっていう会社、はいはいはい、とで10年やって、その後ユニクロで2年やって2018年の1月に退して、はい、今は無職ランナー無職ランナーらしいです。そしたら東京マラソン出るみたいなんで、はい、2時間40分切りを目指してこのガチ女子ランナーの千秋さんとアイロン君とケンシさんに今日ちょっと時間こうやっていろいろ作っていただきながら4人でランニングします。国立？あれ？すげえ、新国立。あ、もう近いですね。仕事は特になくて、そう、今はそういうのランニングあ、ランニングコーチでしょ？そうですね、ランニングコーチされてるんで別にあの無職ランナーじゃないですからね。ランニングコーチは どこでされてるんですか？クラブは、はい、福山ランニングクラブっていう、はいはいはい、浦安、千葉のを拠点にしてるところと、はい、あとはなんかイベントとか、はいはいはい、そういったところでやってます。友達だったりとか、またちょっとパーソナルで少しとかしてます。やってます。はいです。はい、インスタグラムとかもやってますよね。はい、やってます。またあの見てみてくださいね。あ、出てきましたよ。あ、オリンピックミュージアム。新国立競技場の前にあるんですね、オリンピックミュージアム。ここでみんなね、最近ちゃんと写真撮ってます。これ撮ってるね、みんなね、すごいな、あともうちょっとやね、楽しみ。え、ロン君の練習法がトレッドミル結構多いみたいですけど、いや、なんかやっぱり時短で練習できると、やっぱこう自分が練習する時間に、はいはい、集団練習している時間帯ってあるじゃないですか、皆さん、はい、あの仕事終わって6時から9時ぐらいの間、はい、そこになかなかこう仕事が終わってはまらなかったりするので、はい、そうなるとやっぱね、あの一人で追い込めるトレッドミルになっちゃうんで、ね、そうですね。大体どれぐらいで走ってはるんですか？まあ、基本最初、はい、あのシャドウも、まあ、1.5から2ぐらいでスタートして、はい、まあ、時速13キロから、はいはいはい、最初アップでは30分ぐらいで16キロまで行って、アップで16キロまで行って、めっちゃ速いですよ。で30キロでそれを上げてで、あとはそれこそ18キロの線をはいはいはい、5本とか、はあ、時速18キロで5本、そうすると3分20くらいなんで、3分20ね、リカバリ60で、はいはいはい、5本とか7本とか、はい、でそれ
もシャドウ、まあちょっとシャドウを落として、まあ一度ぐらいにして、やっぱそれが練習するんだったら、これが一番効果的だなって。で、俺本当に30キロ走ってるじゃないですか。そう。30キロ走るって。うれい。やばい。それはやばいな。メンタル的に一番辛いです。前とか鏡じゃなくて外見れたらいいけど、前カメやったらほんまにやばいっすね。あ、でもさすがに鏡で前も横も見れるとこにします。あ、いいっすね。フォーム確認じゃないとさすがにちょっと2時間くらいが無理っすね。なんかあのマラソン始めて、はい、仕事に対しての向き合い方なんか変わりました。全然違いますね。集中力が全く違う気がします。集中力が、すごい。でもすごい孤独な競技ですけど、はい、一人じゃできないです。一人じゃできないね。確かに誰かのね、ファンの応援だったりとか、はい、支えがないとできないんで、そういうのもなんか小さな優しさもすごい感じやすくなりました。わかるわ。でも大人になってくると、はい、感動したりね、あのなんか昔みたいに挑戦できない人が多い。でも楽しみしてるだけでね、はい、なんか挑戦して達成する喜びだったり、感動を味わえるのは、第二の青春がこのマラソンにあるんですよね。あ、聞きましたか、第二の青春です。だから本当に40歳、50歳のランナーの方が、強いし、強いし、早いし、早いし、でしかも、ちゃんと仕事をこなしている方が多い、ね。まあ、真面目な人が多いですよね。こんにちは。はじめまして。はじめましてじゃない。あの、いろいろね、今日あの、ケイさんが、このアイロンくんと、千秋ちゃん、ごめんなさい、千秋ちゃんが、の段取りをね、撮っていただいて、これ走って、走ってもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつからランニング始めたんですか？ランニングはですね、大学生の時にボクシングずっとやってて、ほうほうほう、そこから走ることが結構好きだったんですけど、で、社会人になんとなく、その流れで始めた感じです。でもちょっと、おとついぐらいになんかあの、ポスト上げてはった。あの、めっちゃぽっちゃりで、もともとめっちゃぽっちゃりやんと思ってね。そう。あれはね、1年半前まであれだった。1年半前まで69キロで、はいはい、まあ59キロなんですよ。いや、やばいっす。今59ですか ?59 キロです。めっちゃ遅いやん。その時サブ5だからね、俺も。しかった。で、今、サブ3行って。行ってますね。はあ、すごい。東京、2時間45分目指してたんですけど、もう仕事もしっかりされて、で、走ることも結果出して、すごい、素晴らしいです、ほんまに。出なかった、東京出なかった。出たかったね。出なかった。昨日、おとつい、あの、東京マラソン一般参加がね、ちょっと、やめときましょうということになって、ちょっとテンションがね、下がり、ちょっと下がっちゃいますけど、次なんか大会あるんですか？次は、一応4月と6月に、はい、トレイルランニングの大会。ああ、トレイルもやってあるんですね。いや、なんか練習があってますよ。実は8月9月にトライアスロン。はいはい。あ、いいっす、トライアスロンですか？そう、トライアスロンがどちらかと違うんです。はあ。の、熱い。ためにはランで、うん、伸ばそうということで、まあ、集中型なんですけど。なるほど。いいっすね。このブランド知ってますか？このブランド？わからないです。ヌメラルズ。ヌメラルズ、はい、どんなブランドなんですか？レディースしたいのアパレルのブランドの会社さんがあるんですけど、はいはい、そこが結構おしゃれランナー向けに作ったランニングブランドで、はい、そこでランニングチームがあって、はい、僕のそこのコーチやってるんですよ。あ、そうなんですか、はい、ヌメラルズ。ちょっと覚えておいてください、はい、皆さん。覚えてください。これ一般販売してします。あ、してるんです、はい。土屋ちゃんなんかもヌラズミ、アイロン君もヌラズミイベント来てる。あ、なるほど。はい。あとあのインスタからあのちょっとご興味ある方はね、連絡していただいて。はい。ぜひですか。はい。ぜひぜひ。お願いします。ちょっとね、今質問一個だけさせてもらいたいんですけど、はい。ロン君にとって、はい、走ることとは何ですか。もうやっぱり人生の成長ですよね。人生の成長。もちろん音楽を作ってて、はい、ライブをするってね、うん、それだけでその
いいものを作るというか、はい、クリエイティブな部分が成長していったりするじゃないですか、はい、でもやっぱりまず健康じゃないとダメだと、うんうんうん、長く 何もするにも、はい、やっぱその分それやるにはやっぱ運動したり、はい、ランニングしたり、はい、走ったりマラソンしたりっていうのは、はい、やっぱ自分自身その調整できるじゃないですか、はい、しっかりと健康管理だったりとか、はい、なんか結局それの一つ一つの積み重ねが、うん、人としての成長につながってると思うんですよね。おお、すごい。そうですね、悔しい気持ちだったり、うん、なんでこんなにやってんのにうまくいかないんだろうっていう、うん、挫折だったりなるほど。なんか結局今の現代社会ってそういう部分から逃げてる方も多いと思うんですよ。おお、そうっすね。そう、すごい満点になって、うんうん、確かに。でもこうやってマラソンすることによってそこでね、うん、気持ちをまたリセットできたりとか、うん、またリセットできたりとか、うん、はい、また走るってことっていうか、ここでね、毎日進まないじゃないですか。うん、そうですね。そう、後ろに走ることはできないんで。めっちゃいいことは。そう、だからやっぱ走ることで常に前の自分を追っかけるじゃないですけど、はい、前に進むってこと体現できるから、うん、やっぱ気持ちもね前のめりになるし、いい話ですね。まだまだ追っかけていける自分に出会えるなと思ってます。なるほど。あと一番はもしかしてまだ知らない自分に会いたいかもしれないです。おほんまですね。成長ずっとしていきますからね。そうそう、だって結局今、うん、知ってね、中学とか高校とか大学の自分の能力よりも多分長距離の走る能力が伸びてますからね。うん、そうですね。あの時出会えなかった自分に会えてるって確かに。そうだから、もっとこれからもまだ知らない自分に会ってね、普通のランナー以上にランナーのことめっちゃ分かってる。いや、そうでもそれをまた歌詞にかけたりとか、うん、ライブで人に伝える時、はい、でもメッセージと言葉を伝える時って、はい、なんかちゃんと、はい、頑張ってる人が言わないとダメだと思って、はいはいはい、頑張ってない人が、うん、頑張るよっていうのと一生懸命やって頑張ってることに対して、はいはい、頑張ろうとしてる人に頑張るよっていうのって全然響き方とか伝わり方が違うじゃないですか。そうですね。まあ、そこをこれからも伝えていきたいと思うので、ね、うん、マラソンとはジョギングとは人生の成長です。人生の成長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、また今ジョグしてね帰ってるんですけど、まあアーティストの方でも今必死にね、いろんなことに挑戦されてると。で、まあ、仕事ある中皆さんもね、何か本気になるやれることを、プライベートでね見つけてもらって、それをいろんなものに生かしてもらえる可能性もねすごいあるので、まあこうやって大きい公園の一周走るだけでも変わってくると思いますし、楽しんでいきましょう。ということで、またこういうね機会を作りたいと思います。はい、というわけで戻ってきました。今日はあの一般の方から元実業団の女性の千秋さんだったり、アーティストのアイロン君だったり、まあいろんなね考え方をがある今日はお話をね聞けたと思います。またこういったね形で、次は実業団の方だったり、まあいろんなそのジャンルの違った人たちをねフィーチャーして、こうやって一緒にランしながらいろんなお話をね聞けたらいいかなと思ってます。はい、ということで今のお話の中で良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドとコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。